はい。離散数理工学の第1回目の授業を始めていきます。二項係数と二項定理に、の話をしていきます。はい。特に、この上階と下階っていう話を始めにしていきます。で、最後に、カタラン数という、その二項係数と関連のある数列というか数についてお話をします。でですね、その二項係数の上階と下階の話をする前に、まず階乗の方の話ですね。まあ、移項係数は階乗を使って定義されるので、階乗の上階と下階の話をしたいと思います。階乗、前回、ガイダンスの回の時に定義しましたけども、もう一度復習します。都市伝数 N の階乗といったら、この式で定義されるような数のことを指すということですね。ね。はい。N の階乗は N×N-1 の階乗になる。で、n が0のときには1ということです。はい。で、まあ、この n の階乗っていうのをパッと見たときに、まあ、これ、n を決めれば一つなんか自然数が決まるわけですけども、まあ、この数列ですね。まあ、1、1、2、6、24、920とか、こういうその数列がどれぐらいの速さで大きくなっていくのかってことをまあ考えたいわけですね。例えば、だからその n の階乗っていうのはどれぐらいのオーダーなのか、それを考えたいとすると、まあ、この N の階乗っていうのはどのようにこのまあ全近的に振る舞うのか、N が大きくなった時に振る舞うのかってことも知りたいわけです。で、まあ、そういうものはですね、この全近公式と言ったりしてよく調べられています。で、特にその階乗の場合には、このスターリングの公式と呼ばれるものがあって、もうほぼ分かってます。事実として分かってます。で、ここに書いたのは何かっていうと、まあ、上の方は正確に書いてるんですけど、まあ、下の方が、まあ、今ちょっと紹介したいもので、まあ、N の階乗というものは、大体、まあ、前にルート2パイ n ってがついてるんですけども、まあ、その後ろのところにですね、この e 分の n の n 乗ってあります。e っていうのは自然対数の定です。自然対数の定です。そこに。e っていうのは自然対数の定です。で、それとってここに書いてある式ですね。まあ、これと n の階乗っていうのは全近的に等しい。n を、無限大に、持っていくと、まあ、ほぼ同じになると。ということです。まあ、別に言い方すると、この比ですね。n の階乗と、この右辺のこの式の比が、n を大きくすると、1に近づくということです。で、実際に、まあ、左の方に書いてみたんですけども、まあ、そんな感じになっている。今、ここの一番下の、線は、1を表しているんですね。これ1です。1を表していて、この比をプロットしていると。で、横軸が n です。n を大きくすると、だんだん1に近づいていることが分かると。まあ、これ実際1に近づきます。でですね、まあ、これ自身、この全近公式を証明することっていうのは、まあ、複素関数論を使ったりですね、あるいはその解析学とか微分積分の知識を使えばできるんですけども、まあ、ちょっとこれは、ここでは行わないことにします。でですね、まあ、なぜかというとですね、実用上、まあ、何が実用かっていうのはちゃんと言ってませんけども、実用上、次のような粗い評価で十分なことも多いからです。多いからです。で、それはですね、簡単に証明できます。で、それは何かというと、これですね、意味の1以上の自然数 n に対して、n の階乗というのは、上から en かける e 分の n の n 乗、で、下から e かける e 分の n の n 乗で抑えられます、ということを言っています。ですが、これは不等式なんですね。不等式。で、今ですね、この n の階乗っていうのが注目している数なわけですけども、それを上から押さえている量のことを今こう注目している n の階乗の上階と言います。で、この下から押さえているもの、これを、n の階乗の下階と言います。これ下階と言います。数学ではこれ下階と言います。この2つのですね、漢字の、まあ、連続っていうのは、普通、まあ、辞書を引くと、下界とかっていうふうに書いてあるんですけども、下界っていうふうに読む場合と、下界というふうに読む場合は、これ言葉の意味は違うので、まあ、注意する必要があるんですけども、数学の場合は下界。その下から、不等号で押さえるもののことは下界と言います。で、ここに、まあ、格言があるんですけども、全近公式は証明するのが難しかったりしますけども、簡単な上階や簡単な下階っていうのも簡単に証明ができて、それを使いこなせると十分な場合っていうのは割と多いので、そういうことを考えるっていうのが良いということになります。良い場合がありますので、まあ、そういうことを今からやっていきます。今から証明するのは、この上階と下階のうちの一方で、もう一方は演習問題になっています。で、下階の方が演習問題ですね。こちらがですね。演習問題。で、上階の方を今から証明していきます。
で、これは、N に関する数学的機能法で証明していきます。で、N が1から始まるので、まあ、その場合までやっていきましょう。で、そうするとですね、実際にこの両辺というか、N の階乗とこの右側にある式が、N が1の時にどういう値なのかということを、まあ、調べるわけですね。で、そうすると、まあ、左側 N の階乗っていうのは、N が1の場合、1の階乗で1になります。で、一方、この注目しているこの上階の式は、N を1とすると、これもちょうど1になります。つまり、N が1の場合には、この不等式が等式で成り立つ、不等号で成り立つということになります。ですね。この場合は OK と。では、機能法を進めていくんですけども、そのためには、まず、K 以上の任意の自然数 K を考えて、その K の時には、N が K の時には、正しいと仮定します。ですね。で、機能法の仮定です。上階号で。の方の仮定です。で、これ仮定して何を証明するのかということを、ですね、数学的機能法皆さん、いろいろと今まで経験があると思うんですけども、この証明するですね、目標をちゃんと書くっていうのは必要ではないんですけども、そうすると証明が分かりやすくなるので、ぜひそういうふうにしてください。今から証明することはこれになります。目標ですね。何かというと、M を K プラス1にした場合の式です。それがこれですね。K プラス1の階乗がこの右側の式以下になるということを証明するということです。で、その時にこの仮定を使うということになります。ではですね、どうするかというと、まあ、左辺を変形していくということになります。からスタートして変形していくということになります。で、その時にですね、この不等式を使うというものがありまして、これがですね、赤いんですけども、これがですね、非常に重要な不等式です。これはよく使う不等式であって、しかも簡単。なので、まあ、この不等式で正しいことを証明するのは演習問題なんですけども、何かというと、任意の実数 x に対して、1プラス x と e の x 乗を比べたら、e の x 乗は必ず1プラス x 以上ですよ、ということですね。これ下に図が書いてありますけども、まあ、これ横軸が x 軸で、縦軸がその関数の値を取っているわけですが、この下の直線が1プラス x を表す直線で、このカーブが、直線が e の x 乗を表している方、で、e の x 乗というのは必ず1プラス x よりも上にあるということです。まあ、統合が成り立つのはこの x が0の時だけなんですけども、まあそのイコールで、を含む不等式で成り立つということになります。これは x が負であっても成り立ちます。x が負であっても成り立ちます。はい。で、これを使っていきます。で、どう使うか。今の証明した式の左辺が k プラス1の階乗だったので、まずこれは、階乗の定義から、k プラス 1×k の階乗というふうに分けられます。で、この k の階乗に対して、今考えていた、機能法の仮定を使います。で、これがこれですね。上から ek×e 分の k の形状で抑えられますよ。これ機能法の仮定ですね。で、あとはこれ頑張ってですね、変形していって、最終的な目標は何なんですけど、最終的に目標はですね、これを、k プラス 1×e×k プラス 1×e 分の k プラス1の k プラス1乗以下であるということを、示すために間を埋めてきます。だから、今、目標はこれであるということを念頭に置いて、どういうふうにこれを変形したら、これになっているのかということをまあ考えながらやっていくわけですね。はい。で、そうすると今ですね、ここにその目標となる式も作っちゃいました。作っちゃいました。これ目標です。でそうすると、これ、イコールにするときには、ここの部分をかけてあげるということが式変形をすればわかります。いいですか？これはちょっとじっと考えてもらうとちゃんとわかると思うのでやってみます。これが出てきます。で、あとはですね、まあこれが、この前の部分が1以下ってことがわかればいいわけです。目標としては、これが1以下ってことを証明するってことが目標です。これをやっていくということになります。で、後ろの部分はもうノータッチ、触れません。で、前の部分だけ見ていきます。そうするとですね、ここに k プラス1の形状、k プラス1分の k っていうのがあるので、それをですね、書き換えましょうと。k プラス1マイナス1っていうふうに k を書き換えます。そうすると、まあ、この部分を整理すると、1マイナス k プラス1分の1になりますね。でそうすると、先ほどの有用な不等式っていうのを使い分けです。1プラス x が e の x 乗以下ってことですね。で、今、まあ、この x っていうのがあるんですけども、ここに。このマイナスも含めて、この部分ですね。この部分を X だと思うわけです。そうすると、これ全体としては、E のマイナス K プラス1分の1乗の K プラス1乗。こういう形になるわけです。いいですか？で、これ、書
使いますと、こうなります。で、そうすると、後ろがそのままですね。後ろがそのままですね。で、前の部分を見ると、k プラス1分の1乗の k プラス1乗なので、これ指数法則で、マイナス、肩になっている部分、マイナス1になります。ですね。マイナス1になります。そうすると、e かける e のマイナス1乗が1ですから、欲しかった式が出てくるという形で証明が終わるわけです。よろしいですか？先ほどのその有用な不等式を使うというところが一箇所あったわけですね。ここですね。そこが重要なポイントになっています。はい。で、これで上階の証明ができたということになります。明かりの方は演習問題になります。よろしいでしょうか？それではですね、今のその階乗の上階と下階を使って、二項係数についても上階と下階を導きましょう。二項係数、もう一回、ガイダンスの時に行った、第0回目の時ですね、定義を思い出すと、A choose B っていうのは、A の階乗を B の階乗と A-B の階乗で割ったものと。そうですね。まあ一応 A は B 以上としておきます。はい。で、これもですね、なんかこれ、この式だけ見ても、このなんか全近的にどう振る舞うのかよくわかんないので、その上階と下階っていうのを調べてみましょう。で、こんな感じになります。まあ一応 A と B は1以上だとしておきます。で、その時に、ここに書いてある不等式が成り立つと。ことになりますね。いいでしょうか。で、まあ、これ見てもよくわかんないかもしれないですけど、例えばですね、じゃあ、B、B をちょっと一つのペースに固定しましょうと、例えば B が3の時で。で、見てみると、じゃあ、これはどういう式になるかっていうと、3分の A の3乗と A 中の3と、E かける A、3で割ったものの3乗ですね。そうすると何かっていうと、まあ、こちら側はこれは3の3乗は27と27分の A ですね。で、こっち側は何かっていうと、27分の E の3乗か、あ、それは A の3乗です。かける A の3乗ですね。だからこれどちらもオーダーで言うと、オーダーは A の3乗なんですよ。いいですか。だから、この、なんていうかね、A choose 3っていうののオーダーが A の3乗であるってことが、まあ、わかるわけですね。上からも下からもいいんですけど、わかるわけです。まあ、この式から。だから例えば、そのオーダーをしてるだけだったら、まあ、この不等式に十分なってことになるわけですね。はい。まあ、ということがわかります。で、まあ、今からこれを、正しいということを証明していこうと思うんですけども、上階の方ですね、こちら側。今度は上階の方は演習問題しますので、ぜひやってください。今からやるのは下階の方です。こっちを証明していきます。はい。で、これはですね、A と B っていう2つ自然数が出てきているので、まあ、どのように、まあ、機能法を使っていくのかってことは、そんなに簡単ではないというか、まあ、いろんな方法があると思うんです。で、ここでやるのが B に関する機能法というのをやっていきます。つまり、B を動かす。で、何を証明するかっていうと、まずその、B は1から始まりますから、まずは B が1の倍乗にします。その後に、人間の自然数、1以上の自然数 K に対して、B が K の時に正しいということを仮定して、B が K プラス1の倍を証明すると、とします。そうすると、じゃあこの A は何なんだというか何ですか？ A は人間の自然数です。1以上の。なおかつ B 以上の人間の自然数です。だから B を1つ固定したら、それに対して人間の A を考えるということを言っているわけです。いいですか？実際、さっき証明をしていきます。じゃあ、まず、A が、B が1の場合ですね。今、書いてあります。で、そうすると、もう一度証明したい式を書きますと、これは下階の方だから、B 分の A の B 乗が、B choose、あ、A choose B、言えない。A choose B 以上で、以下であるということを証明します。ですね。これが目標ですね。で、B が1の時には、この両辺の B に1を入れると、実際、左の方は1分の A の1乗なので、これは A になります。はい。で、右辺の方は A choose 1なので、これも A になります。だから、この場合は、この不等式が統合で成り立つということになります。はい。では、機能法を進めていくために、まず、任意の自然数、1以上の自然数を考えます。この不等式、どの範囲で、この K っていうのを考えるかってことは、書いてください。これも重要なので書いてください。そうじゃないと、ちゃんと機能法が動いてることが分かんなくなったりします。で、B が A に正しいと仮定します。つまり、B 以上の任意の A に対してこの式が正しいと仮定します。
で、その時に証明することは B が K プラス1に正しいことなので、任意の K プラス1以上の A に対してこの式が成り立つことを証明します。これが目標ですね。これが今新しい目標です。というのが昨日のわけ。ということになりますね。これやっていきます。で、そうすると、これもですね、また先ほどと同じように、式を見て、変形していくことをやります。で、これは、どっちからやるのかな。まず、じゃあ、二項係数の方からやりましょう。ですね。中図形物の方からやりますが、右辺の方からですね。で、前回ですね、吸収高等式っていうのがあったんですけども、それを使って、これを導きます。どういうものだったかっていうと、これは、A 中図 B があったら、これは、B 分の A かける A マイナス1中図 B マイナス1。こういうふうになるんですね。この、上の部分と下の部分を一個ずつ減らしたら、それの前の部分にこういう、分数出てきますよ、という式です。で、それをそのまま使っています。この B が今 K プラス1になっていると思ってもらいたいわけですね。はい。で、今 K は1以上だったので、これができるということになります。はい。で、今、A マイナス1中と K っていうのが出てきましたけども、この部分に機能法の仮定を使うわけです。ですか。先ほどちょっと前見ますけども、この式が任意の A に対して成り立つというふうに言っているので、これはできるわけです。ですか。これができます。ですか。で、あとは、式変形をしていくんですけども、ですね。おっとですね、ここは、ちょっと今、中が出る場所が、まずかったの、先に中見ますけども、まず、この、ここの、変形は、ここの下に書いてある中を使います。何かというと、A が K プラス1以上の時には、A マイナス1と K プラス1の積は AK 以上になります。これはこの左側を展開してあげれば分かって、これ実際展開すると、AK マイナス1違うな、K かな。プラス A マイナス1。こんな感じになりますね。はい。で、そうすると、ちょっと今、この式使いたいんで、ちょっとわかりやすいように書き換えると、プラス A マイナス K プラス1か。ここ行いますね。で、そうすると、A マイナス K プラス1っていうのは、これ0以上だということが、ここの仮定からわかります。ね。なので、これは全体として AK 以上ということですね。で、そうすると、この式、成り立ちますから、この式から、両辺を K かける K プラス1で割ると、K 分の A 引く1は、K プラス1分の A、ちょっとちゃんと書きますね。K かける K プラス1で割る。ありますね。そういうことがわかるので、ここの部分ですね。この形状の中身を置き換えると、左辺を右辺に置き換えると、この不等号でいくということになります。いいでしょうか。で、それで、これ全体見ると、同じ K プラス1の A 乗が、何回か書き上げているということになって、その書き上げている数が K プラス1回ということになって、これが欲しい式になるということで、証明が終わるわけです。よろしいでしょうか。いいですね。はい。で、これで、仮解の方を証明したということになります。はい。ここまでで、二項定理の上解と下解って話をしてきまして、この上解と下解は今後使っていくことになる、あります。はい。では次の話、二項定理という話をしていきます。二項定理皆さん、ご存知だとは思うんですけども、それをうまく使っていくという話をしたいと思います。二項定理というのはこういう定理ですね。重要な定理です。任意の複素数 xy と任意の0以上の自然数 n に対して、この式で成り立ちますよということですね。x プラス y の n 乗っていうのが、この式で書けるということですね。で、これ自身は演習問題にしてるんですけども、ちょっと例をやっておくと、例えば、n が4のとき、4にしようかな、3にしようかな、ちょっと4、4にしよう、4のとき、実際にやってみると、x プラス y の4乗っていうのは、この式に従って書くとどうなるかっていうと、n が4なので、ここの、シグマとしては、K が0、1、2、3、4の場合、だから5つの項がここにはあると。
ということになるわけです。で、1の項を K が0から順番に4まで増やして作っていくと、K が0の場合は、今 N が4でしたね。4チューズ0の X の0乗 Y の4引く0乗です。で、プラス4チューズ1の X の1乗 Y の4マイナス1乗。こんな感じですね。4チューズ2の、しまった、やっぱり3次だとか、X の2乗 Y の4マイナス2乗プラス、4チューズ3の X の3乗 Y の4引く3乗で、プラスちょっと書きたいんですけども、ちょっと場所がないんで全体を出しますね。4チューズ4の X の4乗 Y の4引く4乗です。ちょっと自作すいません。で、これ、全部、一個一個簡単にできると、簡単にすると、4チューズ0、これ1ですね。幅1は書かなくて、X の0乗1です。幅 Y の4乗と。次は 4×XY の3乗、次は 6×X2 乗 Y の2乗、プラス、4×X3 乗 Y。プラス y、x の4乗という形になります。よろしいでしょうか。まあ、これが、その、どんな n、自然数 n に対して成り立つということですね。はい。で、まあ、こういうものなんですけども、まあ、これを使っていろんな式が導けます。二項定数に関する。で、まあ、例題1、二項定数を応用して、これを導けます。e の自然数。n に対して、0以上の自然数 n に対してですね。n チューズ k の k が0から n に関する和は、2の n 乗に等しいですよ、ということになります。で、これは、二項定理をそのまま使うと、分かってないかというと、二項定理を書いておくと、x プラス y の n 乗イコール、k が0から n までの、和で、x の k 乗 y の n になりますけど、こんな感じで形ですね。はい。なので、何かというと、今ですね、この2の n 乗っていうのは、x プラス y の n 乗の形に似ていると思うわけですね。はぁ、あ。そうすると、例えば、x に1を入れて、y に1を入れると、2の n 乗ができるなってことがわかるわけです。それが今、この部分ですね。で、実際にじゃあ、この x と y の1を入れると、この式が出ます。で、1のなんとか乗っていうのは、何とかが何であってか1なので、最終的にこの二項係数の和が得られるという形で証明が終わるわけです。よろしいですか？から、まあ、二項定理がすぐに一番出てくるということになります。はい。で、それで、このですね、式。これは、じゃ組み合わせ的に解釈すると、これ何を表しているんでしょうということをちょっと考えたいわけですね。そうすると、前回ですね、この二項係数は何を表したのかってことはよくやったんだけども、まあ、この2の n 乗っていうのが何を表すのかってことはちゃんと言ってなかったので、ちょっとそれをまあ言う必要があるわけですね。で、それはまあこの右辺なわけです。で、右辺っていうのは何かっていうと、これはいくつの、n 個のものの中からいくつか好きな個数を選んで、それに色を塗る方法の総数です。例えばですね、今ここに4つのものがあって、これ今 N が4だと思ってほしいんですけども、N が4だと思ってもらいたくて、その4個の中の好きな個数、どれでもいいから選んで、で、しかもこの、4つはですね、区別できると思っています。で、その区別できるものの中から好きな個数を選んで、色をつける。例えばこの場合は赤という色をつけるということをするわけです。そうすると、何が言えるかっていうと、今こう4つのものがあるので、一つ一つに対して、色をつけるか、つけないかの二択があるわけです。二つの可能性があるわけです。で、二つの可能性はそれぞれ別々に、順々に行われるわけです。だから、前回の言い方で言うと、そのまま順に選ぶことっていうのは、その掛け算、積に対応するということになるわけです。で、そうなるので、一つの要素に対しては二通り。で、それが、n 回続くので、全体として2の n 乗個の総数が出てくるということになるわけです。ですね。で、それが左辺と等しいですよって言ってもないかっていうと、左辺はこの塗り方を別の方法でやってるんだというふうに思うわけです。で、どういうふうに思うのかっていうと、これシグマなので、これは、その場合分けなわけです。
和は倍分け、足し算は倍分けを表していくんですね。で、どういうふうに倍分けしたかっていうと、いくつのものに塗るのかってことをまずはじめに分けます。で、その塗るものの個数を K とするわけです。これすいませんね。こんな感じですね。で、これは0個塗る場合、ここね。0個塗る場合、1個だけ塗る場合、2個だけ塗る場合、3個塗る場合、4個塗る場合、まあこういうふうにこう分けるわけです。で、その、例えばその2個塗るというふうに決めたら、どうするのかっていうと、この M 個の中から2個を選ぶことができれば、それで色塗りが完成するわけです。で、その方法っていうのは、取りも直さず N 中度 K になるわけです。N 中度2になるわけですね。K が2の場合は。一般的に N 中度 K になるということになって、それを全部足し合わせれば、N 中度 K の総和が得られるわけです。つまり、これはもう一度言うと、その N 個のもの、区別できる N 個のものからいくつか好きな個数のものに色を塗る総数を2つの異なる方法で数えているということに対応している式になるというふうに解釈できます。よろしいでしょうか。今ここではですね、この着色を使った解釈っていうのをしたんですけども、まあ、それがちょっと一番わかりやすいかなと思ったので、そういうふうにしています。もしですね、余力が皆さんあったら、その講師道を使って、これが、解釈できるかどうか、ちょっと考えてみてください。ちょっと私がパッとわかんないですけども、考えてみてください。まあ、2の N 乗をね、どういうふうに解釈するのかってことが、ちょっとまず初めに考えるべきことになると思います。はい。では別の例題見てみましょう。これですね。任意の自然数 N、これ今度は1以上にしてますけども、に対してこれは何にします？これはな、いわゆる交代和って言ってたんですね。交代和っていうのは、N チューズ K の前にマイナス値の形状っていうのが出てきていて、例えば、K が3の時には、この左辺がどういう風になってるかっていうと、マイナス1の0乗 N チューズ0。K が3ですよね。すいません、すいません。N が3ですね。与えられた N ですから。N が3の時には、3個ですね。で、プラスマイナス1の1乗、3乗11、プラスマイナス1の2乗、3乗12、プラスマイナス1の3乗、3乗3と。で、まあ、これは実際計算すると、まあ、計算する前に、まず、これは3乗0、マイナス3乗11、プラス3乗12、マイナス3乗3という形になって、このマイナス1の形状っていうのがあるために、この係数がですね、プラスマイナス、プラスマイナスっていうのがこの交互に現れるという形になっていて、まあ、こういう形の和のことを交代和っていうふうに、いうことがあります。で、それでですね、まあ、この場合実と計算すると、3乗0は1。ここ3、3、1で実際の0になるということが分かります。だから N が3の時に確かに成り立つことが分かりますけども、どんな N であっても成り立つということがここで言っている式になります。で、これはですね、じゃあどうやって証明できるのかっていうと、これはまた二項定理を使うわけですね。このなんか部分がなんか二項定理っぽいなって感じがするわけです。で、実際に二項定理をもう一回、思い出してみると、x プラス y の n 乗が k が0から n までの和で n チューズ kx の k 乗 y の n マイナス。そこですね。なので、この0っていうのは、x にマイナス1を入れて y に1を入れたものだと思いましょうというふうにするわけです。ですね。これですね。そうすると、じゃあこの二項定理使うとどうなるかっていうと、k が0から n までで、n チューズ k なんだけども、x がマイナス1だからマイナス1 k ですね。で、y は1だから、1の1 n マイナス k でこうなります。で、1はさっき言ったとおり何乗しても1なので、これ1ですね。ということで、これは実際に k が0から n までの n チューズ k のマイナス1の形状になるとなります。で、この2つの場所を入れ替えると上の式になると。ということですね。よろしいですか？まあ、ちょっと次のページ、これ清書してますけども、ね。こんな感じですね。はい。ということで、まあ、これも、二項定理を使えば、すんなりと証明できますと思います。これ自身どのように組み合わせ的に解釈をするのかっていうのは、演習問題になっているので考えてみてください。はい。では次ですね。これ三つ目の例です。ちょっとこれは難しくって。任意の自然数、0乗の自然数に対して、これが成り立ちます。N チューズ K の2乗ですね。2乗。
がありまして、でこれの和は実は 2N 中に等しいですよということですね。これはなかなか不思議な等式なんですけども、これは正しいんですね。じゃあ実際にちょっとこれも例でやってみると、先ほどの例と同じように N が3の場合。やってみると、じゃあちょっと右辺の方がまず簡単そうなので、右辺の方やってみると、2N 中で N っていうのは、これは6中図3になります。で、6中図3は、6×5×、どうしようかな。何か、4。3×2×1。すごい、20かな、これで。間違ってたらどうしよう。まあ、多分合ってます。多分とかで合ってますね。20ですね。で、じゃあ、これ今、これ右辺ですけども、じゃあ左辺の方やってみるとどうなるかっていうと、左辺の方は、k が0から3までの3中図 k の2乗ですね。ということは、これは4つの項を持つんですけども、4つの項は何かっていうと、3の0乗の2乗プラス、3中図0の2乗プラス、3中図1の2乗プラス、3中図2の2乗プラス、3中図3の2乗ですね。ということは、これ1の2乗プラス、3の2乗プラス、3の2乗プラス、1の2乗です。で、これは1たす9たす9たす1なので、確かに20ですね。合ってますね。あ、この2つ、等しい。なるほど。だから、N が3のとき、確かに正しいですね。N が3のとき正しいから、全部正しいとは言えないんですけども、とりあえず、まあ、こういうことなんだと、確認しました。では、これ、証明していきたいんですけども、で、ここでも二項定理使うんですけども、二項定理どのように使うのかってことがポイントで、これは次のページに行くと思います。すぐ書いてあるな。じゃあちょっと、証明に行く前にどういうことを考えるかということをちょっと一言言いますと、何かというと、先ほどのですね、この二項定理。があったとですけども、これはもう一度2個で書くと、x プラス y の n 乗イコール、k イコール0から n までの n 中図 k、x の k 乗 y の n 引く k 乗、こんな感じになってたんですね。でそうすると、これは何を言ってるかっていうと、もちろんなんですけども、これは、何かっていうと、x と y に関する多項式なんです。で皆さん、なんか数値計算とかのですね、授業とかやるとですね、なんだっけな、多項式補完とか、ね、そういうの、やったことがあると思うんですけども、多項式っていうのは、なんていうか、二つの多項式が同じかどうかってことを比べるときに、まあ、係数だけ比べればいいわけですね。じゃあ、そういう係数比較をしましょうってことを、します。多項式の、係数の比較を、行うことで、上の等式、上の等式でわかんないですけど、今から言います。を導くってことをします。で、上の等式って、上の等式ってのはこれです。はい。じゃこれをやってみましょうということになります。で、そのためにはですね、どんな多項式を考えるのかっていうことが、まず重要なんですけども、そこはちょっとトリックなんですけども、それを、今からやると、何かっていうと、x プラス1の 2n 乗って、こういう多項式を考えます。まあ、これを考えてもうまくいくんですね。で、これを二通りの方法で展開します。異なる方法で。で、まずは二項定理をそのまま使います。で、そのまま使うとどうなるかっていうと、こういう式がやれるわけです。先ほどまでは、この、指数の部分が、先ほどまでこれ n だったんですけども、今はこれ 2n なので、先ほどまで n だった部分がこれ全部 2n に変わってます。ですか。こうなってますね。で、y の部分は今1なので、1になっていると。ということになります。で、そうすると、また1の何とか乗っていうのは1なので、それ自身はこうなりますね。2n 中図 k の x の形状を足したものになると思います。そうすると、何かって、x プラス1の 2n 乗っていうのを展開して、その 2n プラス1個の項が出てきてます。で、特に x の形状の係数は 2n 中図 k であるというのがあるわけです。ですか。だから何を言ってかっていうと、あるからですね。x プラス1の 2n 乗の、における xn 乗の係数は 2n 中 n である。
で、これが今証明したい式の右辺なわけです。ですか？これ、ここと等しいわけですね。それ何かというと、今は、この x プラス1の 2n 乗っていうのの xn 乗の係数を見てるんだけども、それを、この二項定理を使って、このように展開すると、それが右辺の通りになるんだと分かったんですね。で、今からその何かっていうと、別の方法で、この x プラス1の 2n 乗を展開しましょうということをします。でそうすると、実はこの左辺が出てきます。あ、そう、x の n 乗の係数として左辺が出てきます。ということで、この二つは等しいという等式が正しいことが分かるということになります。じゃあもう一つの、展開の方法をやってみましょう。でそのためにはですね、この x プラス1の 2n 乗っていうのを x プラス1の n 乗かける x プラス1の n 乗というのを分けます。ですか？これ正しいですね。で、この x プラス1の n 乗のこの一つ一つに二項定理を適用します。でそうするとこうなりますね。こうなると。ちょっとその y の部分はもう1だから省いてますけども、この前の部分、y は1なので省いてますけども、この前の部分は、k が0から n までの和で n 中ず k かける x の k 乗になっています。後ろの方も同じなんだけども、同じ k という文字を使うと紛らわしいので l にしています。ね。ですか？で、この2つは等しいと。二項定理が等しいと。今、この、前の方は k に関する和で、後ろの方が l に関する和なので、これは混ぜられます。混ぜられるというのはこういう形で書きます。k と l に関する二重和で、中身が、この上の中に2つをかけたもの。なというふうに、これは展開規約ですね。展開規約です。で展開しました。ですか。で、これがつまり、x プラス1の 2n 乗の展開した形になっているということになるわけです。で今からやりたいのは何かっていうと、これの x の知りたいものは、これの x の n 乗の係数、これですね。でこれが 2n 中乗 n と等しいんだけども、最終的に。じゃあ、このじゃあ、xn 乗の係数は何なんでしょうってことを考える必要があるんだけども、今ですね、この x の上についている指数はですね、k プラス l っていうふうに、この k と l、l 両方に依存してるんですね。で、この面も難しい。処理が難しい。だけども、実際にちゃんと考えてあげると、x の n 乗の係数っていうのはこういう形で書けます。で、何かというと、今ですね、この k プラス l。今、これが n であると思いましょう。でそうすると何かっていうと、この、k を一つ決めると、l は、l は n-k でなくては、ならないわけです。k を一つ決めると、l っていうのは n-k になります。だから、これは k に関して和を取ったときに、n 中ず k が出てくるんだけども、そのもう一つの方の二項定数の L の部分が必ず N 引く K になっていけないということになるわけです。で、これがその和として出てくる。ということですね。わかりますかね？だからその K プラス L が N になるような、K と L っていうのはたくさんあるんだけども、それは K を決めれば L の方が自動的に決まるわけです。で、それで今、集めるとこれになるということですね。で、そうすると今ですね、この後ろの部分っていうのは、その二項係数の対称性から、これは N 中ず K に等しいということがわかります。これ二項係数の対称性ですね。ということなので、この和全体は、K から0から N までの和で、N 中ず K の二乗なわけです。でこれが先ほど欲しかった式の左辺なんですね、実際。見ますと、欲しかった式見ますと、これですね。だから、この等式得られましたという結論が得られるわけです。よろしいでしょうか。こういうことですね。以上になります。よろしいでしょうか。ちょっと、この、部分を出すところが難しかったかもしれませんけども、まあ、冷静に考えればできると思いますので、もう一度考えてみてください。はい。でですね、今、この等式、
素晴らしいってことを言ったんですけど、やっぱりこういう投資を見たらですね、組み合わせ的な解釈を考えるという、習慣があるとよろしいんですけど、実際に考えてみましょう。これはどういうことを意味しているんでしょうと。で、まあ、これはですね、部分集合を選ぶとか、着色するとかっていうことでも解釈できますけども、今からやるのは、格子度を使って解釈してみます。ですね。で、じゃあ、まずこちらの方を見ましょうと。二元中で N。でこれは何だったかというと、00から NN へ至る格子度のソースです。まあ、これが00、ここ NN ですね。まあ、これ N が5の場合かな。1、2、3、4、5ですね。N が5の場合。という文字を書いてますけども、この格子度がいくつかあるわけです。こんな感じですね。こんな感じ、いくつかあるわけですけども、まあ、その総数が二元中で N で表されると。で、今ですね、この、まあ、対角線というか、なんでしょうね。まあ、対角線ですね。が引いてあるんですけども、これが、この、今から行う組み合わせ的解釈において重要な役割を果たします。なんでかっていうと、一つですね、まあ、何でもいいから、まあ、この格子度を取ってきます。まあですね。そうすると、このどんな格子度でも成り立つんですけども、必ず、この緑の対角線と、ちょうど一回交わります。この場合、ここですね。ちょうど一回交わります。ちょうど一回交わります。で、この左辺の方は、これは和なので、やっぱり場合分けなんですね。場合分けなんです。で、何を使って場合分けをするのかっていうと、この緑色の対角線のどこで、この格子度が交わるのか、ということで場合分けをして、この格子度の総数を数えているということになります。どういうことかというと、今ですね、この左辺は、K が0から N まで、その N プラス1個、項があるんですけども、その、N プラス1個っていうのは、この対角線のどの点をこの格子度が通るのかってことを表していると。で、例えばですね、K が0からこの場合、これは今、N が5の時ですから、K がどれに対するかっていうと、これが K が0の場合ですね。これ K が0の場合、こちら K が1の場合、これ K が2の場合。こんな感じですね。これ K が3の場合、K が4の場合、K が5の場合。まあ、こういうふうな形で今書いてます。で、その時には、何を言ってるかっていうと、K を決めると、今、例えばこれ K が3の場合、これはどういう、点かっていうと、これは、3、2っていう点ですね。3、2という点です。で、この3の部分が、ちょうどこの K の値に対応したということになりますね。K が2のところは、これは、2、3になるということですけども。で、何を言うかというと、じゃあこの3、2という点を、3、2という点を通るような格子度っていうのは、どういう格好をするのかっていうと、それはですね、この3、2にたどり着くまでには、この下のこの長方形のですね、この部分を、その格子度が通っていきます。で、通っていって、最初でそこの3、2にたどり着いたら、そこから、この、5、5ですね、一番上のところまでは、この長方形ですね、この赤い長方形。この中を通って、その格子度は進んでいくことになるわけです。いいですか。そうすると、この部分、この下の部分の格子度って何かっていうと、これは00から32へ至る格子度を数えていくことになるわけです。でそうすると、それは総数は、どうなるかっていうと、これは、合中図にですね、合中3の前だ。合中と3になります。いいですか。で、同じく上の方も、この、3、2から、5、5で至る格子度の数を数えるんですけども、その総数は同じく、合中と3になるわけです。で、それら2つっていうのは、続けて順に選択されているわけなので、掛け算になるわけです。だから、この3、2を通る格子度の数っていうのは、合中図3の2乗になるわけです。一般的に言うと N 中図 K の2乗になるわけです。で、それが K を動かして、すべての場合で考えて、場合分けになって、場を取る形になっていると。で、そうすると、それは、
00から NN へ至る更新でも全て数えることになっているということになるわけです。よろしいですか。つまり、この N チューズ K の2乗というのをもう一度言うと、ここですね、その K、N-K を通るような格子動の数を数えていると。で、その K によって倍分けをして足しているというのが左辺のものになっているということになります。よろしいでしょうか。はい。ここまでが二項定理の話になってきました。その二項定理をうまく使いこなすってことは割と重要な技法ではあるんですけども、その中でも特にその得られた等式っていうのをもう一度組み合わせ的に解釈できるってことも重要な見方なので、それもできるようになってください。はい。では残りの時間は、カタランスよという話をしていきます。カタラン数って何なのかっていうと、自然数 N に対して大 N カタラン数という形で定義するんですけども、まあ、ここで今後 CN と書いていきます。CN というのはこのような形で定義される数です。で、これは何でしょうというと、2N チューズ N、なんか先ほどあった話ですけど、2N チューズ N を M プラス1で割ったものですね。でですね、皆さんが、まあ、こういうものを見たら、とりあえずですね、気にしてほしいことがあるんですけども、これ、この CN っていうのは、この定義からは、これ整数かどうかわかんないんですね。まあ、これはその二項係数の時もそうなんですけども、この定義からは、この量が整数かどうかわかんないんですけども、実際これ整数になります。整数になります。で、整数になるんだってことは、まあ、いろんなことを、使うとわかるんですけども、まあ、それはですね、ちょっと演習問題にあったりとか、まあ、今後の話にもなってきますので、まあ、その時にもう一度見ることにしまして、とりあえずですね、これ整数であることはちょっと信じてください。はい。で、実際に、これ計算した例がいくつかあります。N が0から5の場合、これ計算しています。ですかね。で、まあ、数列としては、1、2、5、14、40、そんな感じで動くようになっていると。ここだとどうなんでしょうか。そんな感じですね。いいですかね。まあ、じゃあ、例えば、その例として、C5 って見ると、これ N が5ですから、5プラス1分の1ですね。で、ここは 2×5、チューズ5になるわけです。で、それは10、チューズ5を6で割ったものになりまして、10、チューズ5っていうのは、これは252と私計算しますね。なので、これは6で実際割り切れて40になると。なるほど。10、チューズ5っていうのは実際に、これ、19、8、7、6、5、4、3、2、1で割ってるんで、必ずこの6っていうのはこの分子に出てくるわけですね。ですか。それは、この、まあ、一般的に、だから今、その、このカタラン数が整数であるということを今、証明しようとしてますけども、こう証明になってるのかな。まあ、なってないけども、ちょっとだから、雰囲気だけを伝えてる、雰囲気だけを伝えてるんだけども、この 2N チューズ N においては、この分子の最後のところに N プラスして出てくるので、まあ、それを使って、この N プラス1、うまくキャンセルされるかなっていう、まあ、気持ちになるということですね。はい。まあ、実際にこの分母の中に N プラス1が出てこないっていうことを言う必要もありますけども、それはまた別の話ですね。はい。で、これがカタラン数の定義です。でですね、まあ、これその二項係数を使って定義されるというものなんですけども、ですね、まずこのカタランっていうのはですね、これは人の名前ですね。友人カタランですね。19世紀の数学者ということで、まあ、このカタラン数に名前を残してますけど、他にもいろんな業績がある方です。はい。それでですね、カタラン数で今これでしたね。で、またま、これの、増加の、仕方というか、オーダーというか、これはよくわかんないなっていう気がするんですけども、まあ、この、それは、この、まあ、二項係数のせいですよね。でも、二項係数の増加の仕方っていうのは、我々今わかっているわけです。つまり、その、加解と上解わかっています。で、今、ここに出てきているのは、2N チューズ N って言ってるので、その 2N と N を、この A と B に入れてあげると、実際どうなるかっていうと、2N チューズ N を上から押さえようとすると、E×2N を N で割って、N 乗となりますね。そこで N が、約分できるので、これは 2E の N 乗が出るという形になります。で、加解の方、見てみると、加解の方は同じように計算しようとすると、2N を N で割ったものの N 乗なので、これは2の N 乗になります。ってことなので、これですね、カタラン数っていうのは、この上で出てきたこの乗解と加解を N プラス1で割ったもので挟まれると
ということになります。ので、このことからカタラン数は N に関して指数関数的に増加するということがわかります。わかります。その、まあ、この増加の仕方っていうのは、スターリンの公式、ですね、会場の全近公式を使えばもっと正確にわかるんですけども、まあ、この上階と下階で、まあ、十分達成する場合もあります。はい。まあ、そう、指数関数的に増加するようになったことが、まあ、一つ重要ですね。はい。でですね、カタラン数っていうのを定義したんですけど、これ一体何者なんだってことなんですね。で、実はこれカタラン数っていうのは非常によく出てきます。この組み合わせ論においては。非常によく出てきます。で、この、まあ、リチャード・スタンリーっていう研究者がいまして、まあ、今となっては名誉教授。だから、MIT の数学科の昔は教授だったんだけども、今はもう引退して、名誉教授になってます。で、彼はですね、このカタラン数の組み合わせ的解釈を214個収集した。で、まあ、本も書いてるんで、カタランナンバーって本も出してるんですけども、で、その中から、ここでは有名なものを3つ紹介したいと思います。カタラン数とは何だ。で、1つはですね、入れ子状の括弧列。今、まあ、n は1乗だとします。で、この大 N カタラン数、四辺というのは、2N この括弧の列で入れ子状になっているものの総数が等しい。ということがわかります。知られています。で、入れ子状とは何かというと、括弧の対応は左右で取れているんですね。例えばですね、今、これ言いましょうか、ね。今、ここに、これ、まず N が、これ N が1の場合、N が2の場合、N が3の場合、これ N が4の場合なんですけども、この今、四角で囲んだこの括弧の列ですね。まあ、どうなってるかっていうと、その開き括弧ですね。左括弧と閉じ括弧、右括弧が並んでるんですけども、これがですね、入れ子状になってます。入れ子状ってどういうことかっていうと、ちょっと、この四角消すとどういうことかというと、この、開き括弧の後に閉じ括弧がある。開き括弧の後にすぐ閉じ括弧がある。でも、初めの開き括弧は、その後にすぐ閉じ括弧がないんだけども、この、入れ子、その中の二つのものを入れ子にして、ちゃんと閉じ括弧ができていると。で、後ろのところも、開き括弧の後にすぐ閉じ括弧があると。が、こういう感じでですね、その対応がちゃんとその取れていると。なんとか、だから、なんて言うんでしょうね、スタックを使ってうまく処理できるという感じですね。だから、これはですね、だから入れ子状になっていない例を挙げると、どういうものかって分かりやすいかもしれないですけど、例えばなんか、なっちゃうな。なんかこんな感じですね。これ入れ子状になってない。ここは対応してる、ここ対応してる、ここ対応してるけども、じゃあここ今余ったところになって、そこ対応してないという感じですね。これはダメと。で、いいものだけを全部持ってくると、ここに書かれているものになります。そうすると数数えると、これ1個、これ2個、これは5個、で、ここ多分14個。先ほどの、カタラン数の数列。と実際対応していて、これが N が5以上のところも同じになると。同じになると、カタラン数と同じになるということが知られています。わかりますかね？入れ子状になっているっていう言葉で伝わるのかどうかはちょっと不安になってきますけど、これいいでしょうかね。はい。これが一つの解釈です。で、あと二つ紹介するんですけども、次はですね、これですね。全二分岐の総数ですね。CN というのは、葉の数が N プラス1である、順序付きラベルなし、全二分岐の総数です。で、まあ、いろんな言葉があってよくないんですけど、まず N は1以上です。で、全二分岐。全二分岐というのは何かっていうと、まあ、こういう熱気儀で、葉以外の頂点には、ここがちょうど2つあるようなものを全二分岐ということになります。完全二分岐って言葉もあるんですけども、ここではその完全二分岐と全二分岐っていうのを区別しています。完全二分岐っていうのは大体その二分岐で、葉のレベルが全部同じである。葉の高さが全部同じである。深さが全部同じであるようなものを完全二分岐と言います。面白いですね。完全二分岐って二分岐、まず二分岐であって、葉の深さが全部同じもののことを言うと思います。思いますね。言うと思います。けども、ここではそうじゃなくて、どの子にも、どの葉以外の頂点にも子がちょうど二つある。のですね。で、順序付きって言って、左右を区別するです、ね。順序付き。左右を区別する。どういうことかっていうと、今ですね、ここ見ましょうか。この二つ。この二つの木というのは、これは別のものとして数えています。
かね。なんかこの2つはこの左右を入れ替えると同じ、木になっているので、同じとみなすような数え方もあるんですけども、ここではそういうふうに数えずに、この2つは違うものでございます。左右を区別するというのはそういう意味ですね。で、これは順序付きっていうことの意味です。で、ラベルなしって言ったら何かっていうと、頂点やラベルに名前がないってことですね。例えば、今この、左上のものがあるんですけども、もしなんか名前があったりして、1、2、3っていうふうになんか、名前があったりしたら、これと2、1、3っていうふうに、作られた、木は異なるものだっていうふうに思う数え方もあるかもしれませんけども、ここではそういうことはしなくて、この形が同じだったら同じであるというふうに見なしているということになります。いいでしょうか。で、その中で、今これは、上から順番に言うと、これが N が1のですね、幅が今2つあるので、幅の数は今 N プラス1ですから、幅が2つあれば、N が1の場合に対応するということになります。隣が N が2の場合、その隣が N が3の場合、一番下が N が4の場合です。で、数数えると、1個、2個、5個、14個という形になっているということですね。でこれも、N が大きくなっても、その型乱数になっているということが知られています。で、まあ、二分とかですね、そういうものは、いろんなところでよく出てくるわけなので、そういうところとこの型乱数っていうのが関係しているってことからも、型乱数っていうのがよく出てくる話なのかなっていう気持ちがわかるかもしれません。はい。三つ目、最後の解釈ですけども、これは、リック道、リックパスと呼ばれるものなんですけども、これはですね、格子道の中で特別なものです。で、どういうふうに特別かっていうと、このですね、対角線。対角線。x イコール y、y イコール x、直線の下側を通らないもの。その上だけしか通らないような格子道を数えます。ということですね。で、そうする、まあ、そういう格子道のことを、リック道と言います。で、その総数を数えてるんですね。00から nm。だけを考えてます。で、今ちょっと、これは、どこからどこがどうなってるかわかんないので、ちゃんと書くと、ここが N が1の場合ですね。で、ここが N が2の場合。で、ここが N が3の場合で、下の17個が、14個が N が4の場合ですね。で、また数えると、1個、2個、5個、14個。という形になっているというわけです。で、これはまたこの N を大きくしていっても、成り立つと。ということになります。成り立つというのは、そのリック道の総数が型乱数になります。ということです。これが今、紹介したかった3つの型乱数の組み合わせ的解釈です。でですね、これ解釈が解釈だっていうふうに言ってるんだけども、なんでこの型乱数がこの3つのようなこの解釈ができるのかってことは全然説明してません。つまり、なんで、これらを型乱数が数えるのかってことは今説明していません。ですかね。今は型乱数が数えるものとして、入れ子上の括弧列や全二分儀の総数とか、リック道の総数を挙げたんですけども、なんで型乱数でこれらが数えられるのかってことは今説明していません。で、まあ回答は、今回の演習問題の一番最後のちょっとあれですね、難しいというか、最後の演習問題として挙げてますけども、まあそれを頑張って取り組んでいただいてもいいし、まああるいは後の方の講義で別の方法で、なぜこれらが型乱数で数えられるのかってことは紹介しようと思ってます。もうちょっと難しいんですよね。いずれにせよ。で、まあそうではあるんだけども、もう今から何をするかっていうと、これらがまず同じ数列で数えられるんだってことを証明したいと思います。つまり今ですね、ちょっと戻りますけども、この N が1の場合、2の場合、3の場合、4の場合に、1個、2個、5個、14個になるってことは、まあ、この3つの例では言ったんだけども、これ N が何であってもこれ正しいわけです。ただこれ正しいのは何かっていうと、同じ数列で数えられるってことが正しいわけです。で、それを今から証明します。ただし、それらが型乱数で数えられるかどうかは今は証明しません。ので、これらが同じ数列で数えられることを証明します。で、後々、その同じ数列っていうのが、実は型乱数ですよ、ということを紹介します。で、これはですね、全般者による証明っていう重要な、方法を考えることになります。どういうことかっていうと、
栄光上の括弧列の総数と全微分離の総数が等しいということには、その2つの集合上に1対1の対応があるわけです。で、その1対1の対応をうまく作ることによって、実際に同じ数列で数えられるんだってことを証明するという方法です。で、それを今から説明していきます。じゃあまずですね、栄光上の括弧列と全微分離の総数が等しいんだってことを説明します。ですね。で、今はですね、これまた N が3の場合の例を書いてますけども、N が3の場合の例を書いてますけども、今が例を使って、気持ちを伝えるってことをするんですけども、この気持ちはちゃんと文章に書けば証明になります。はい。で、どういうことかっていうと、今ですね、N が3の場合、まあ、上に5個、この括弧列が並んでるんですけども、この括弧列は、この5個の、全微分離ですね、からうまく作れます。で、どういうふうに作るのかというと、まあ、まずこの木の方を見ます。で、木を見て、このですね、各、この木の辺に対して、それが下向きに、左の下向きに、向かっているのか、右の下向きに向かっているのかによって、この辺にラベルをつけます。マークをつけます。で、そのマークがカッコなんですね。こんな感じ。左下に行っている場合は開きカッコ。右下に行っている場合は閉じカッコをつけます。ですか。で、こういう風にしたらどうするかっていうと、この木一つ一つを、深さ優先探索で、なんて言えばいいんだろうな。トラバースなんだけども、日本語がちょっとそんなくて、そってとそうか、操作します。操作って何かっていうと、こうですね。操作します。操作します。どんな感じかっていうと、こんな感じですね。からこう、左側を優先的に、こんな感じで、通っていきます。で、何をするかっていうと、通ったら、通った時に、その辺を、初めに通った時に、その、辺のラベルを書きます。どういうことかっていうと、今じゃあ、この左側の木を考えます。で、そうすると、初めここにいるんですけども、ここですね。ここ目に見えるんですけども、まず、下に降りていきます。そうすると、この辺を初めて通ったので、その辺のラベルである、この開きタッコを書きます。で、次は、深さ優先探索なので、その足乗りわけです。下に降りると、またその下の辺を初めて通るので、このカッコ、開きタッコを書きます。で、今、羽にたどり着きましたから、この深さ優先探索が戻るわけです。で、戻って、右の辺を通ります。で、右の辺を通ったら、今、右の辺を初めて通ったので、この右の辺のマークである、閉じ括弧を書きます。ですね。で、今、ここにいるんですけども、ここで、上がっていくと、この、辺は、このってついてませんよね。これなんですけども、ちょっと今色が重なってるんで、色変えますと。ですね、この辺を今通ったんですけども、今これ上に上がってきたのが、この辺を通ったのが2度目なので、これは今カウントしなくて、次右に行きます。で、そうすると、今右に行った辺は初めて通ったので、閉じ括弧を書きます。で、今ここまで来ました。そうしたら、そこから左に降りますね。左に降りますので、左に降りたら、その辺を初めて通るので、開き括弧を書きます。で、根まで降りました。浜まで降りましたから、上に戻っていって、で、次右に進むと。で、右に進んだら右の辺を初めて通ったので、そのマークである閉じ括弧を書きます。で、そうすると、この上の括弧列が得られるということになるわけです。で、同じことをですね、この他の木に対してもやると、この上に書いてるものが、得られて、で、重要なのは何かっていうと、違う木からは必ず違う括弧列が得られるということです。で、それがまず一つ重要なことです。これ何を言ってるかっていうと、上の、下の方のものから上を作る、全二分離から括弧列を作る規則というのが、その集合に対して干渉を与えているということです。違うものに移るから、干渉を与えているということになります。で、一方で、この操作は逆もできるわけです。何かっていうと、括弧列が与えられていたら、その括弧列から、この全二分離を、今の操作の逆操作をすることで作ることができるわけです。それは何かっていうと、この下から、上から下に対して、括弧列から全二分離を作るっていう、写像を与えていて、それもまた単写になるわけです。で、実はこの両向きに単写があると、全単写がある。
ってことが言えるっていうのを、もしかしたら離散数学とかね、やってるかもしれません。選挙区の、まあ、これ正しいんですね。正しいので、実際この2つの、集合の間に全端子が存在して、要素数等しいということが分かるということになります。よろしいでしょうか。で、これによって、この2つの構造というのは同じ数を持つということが分かるわけです。今は、このイデコ上の括弧列と順序付きラベルマス全人分離の対応を見ましたけども、じゃあ次は、どれかな。全人分離と陸駆動の関係を違いましたね。イデコ上の括弧列と陸駆動の関係を見ます。ですかね。で、今度は、何をするかというと、このですね、括弧列を見たら、じゃあこの一つの括弧列を見ます。例えばこれですね。括弧列を見ます。そしたら何をするかっていうと、左から順番にこの括弧列を読むんですけども、この括弧を別の文字に置き換えます。で、どう置き換えるかっていうと、開き括弧があったらそれは上に進む。だからまあ、ここでは、上矢印と書くとしましょう。その開き括弧は上矢印に置き換えます。で、閉じ括弧は、閉じ括弧は右に進むので、じゃあ、右の矢印に置き換えましょうと。で、そういう形で、このですね、括弧列を、今は、開き、開き、閉じ、閉じ、開き、閉じ、あるいは、左、左、右、右、左、右、っていうふうになっている、括弧の列を、矢印の列に置き換えます。上、上、右、右、上、右と。置き換えるわけです。で、これに沿って、そのまんま、道を作ります。そうすると、この下に書いてある、ディックドが得られます。上、上、右、右、上、右ですね。同じですね。で、これを、括弧列、例に対してもやると。こんな感じですね。で、これも両向きになっているわけです。括弧列から、このような、矢印の列を作って、ディック道を作るってこともできますし、ディック道の方から、ディック道が実際にこの上、上、右、右、上、右っていうふうに、歩いていったら、そこからこのような、その上と右の矢印の列を作って、上矢印を左括弧、右矢印を右括弧に置き換えることによって、対応、入れ子中の括弧列ができるわけと、よくなります。先ほどちょっと言ってなかったんですけども、ちゃんとその、何を言ってはったかというと、じゃあ前に戻りますね。前に戻るとですね。木の場合に、今何かっていうと、その、木から括弧列ができるのはわかるんだけど、なんでこの括弧列がちゃんとその入れ子状になってるのかってことは、今ちゃんと言ってなかったってことを思い出したので、それをちょっと、補足しておくんですけども、右が出てくる場合に、必ず左があるって話になってるんですね。この、二分岐を深さ優先探索で訪問する順に従って括弧列を作ると、右が出る前に必ず左が出るという形になっているんです。ということなので、その性質から入れ子状になるということが言えます。はい。で、今の話ですね。この場合も同じように、この右が出る前に必ず上が出てくるということが言えるんですね。この括弧列の性質から。なので、この、道を作ったときに、この y イコール x って直線の下を通らないということが言えるようになります。はい、だから、このように作られた格子道というのは必ず陸駆動になります。はい。では、最後、木と陸駆動の関係。これは、先ほどですね、木に対しては、その、ラベルとして、マークとして、この、カッコをつけるってことをやったんだけども、このカッコをつけるんじゃなくて、上矢印、右矢印をつけるってことをしてあげれば、陸駆動が得られます。つまり、こんな感じですね。こんな感じで、マークをつけていくと。で、あとはやることと同じで、この木を、先ほどと同じように、この、ファセルセンターさんに沿って、操作すると。スキャンする。トラバースする。ってことをしてあげます。で、それで、辺を通った順に、矢印を書いてあげると、矢印の列ができます。まあですね、でその矢印の列の通りに歩いていくと、陸駆動ができるということになって、これ逆操作もできるということになります。つまり、千人分離の総数と陸駆動の総数が同じになるということがわかるわけです。よろしいでしょうか。
カタラン数で数えられるものが他にもいくつかあるんですけども、まあ、同じようなことをちょっと考えてみるっていうのが演習問題になるので、実際にチャレンジしてみてください。はい。では今日は1時間10分ぐらいのオンデマンド講義になりましたけども、まとめをすると、今日は、二項定理、二項係数について、まず、上階と下階の話、二項定理の話、カタラン数の話、ちょっとまあ3つ独立したような話を、ご紹介しました。で、この上階と下階のところで挙げていた格言をもう一回繰り返しますと、全近公式を導くのは難しいんだけども、上階や下階っていうのは導くのは簡単であったりしますし、まあ、それだけを使って十分いろんなことが言えるということもありますので、まあ、そういうものをうまく使いこなせることが今後重要になってきたりします。はい。で、次回の予告ですけども、次回はですね、この数え上げ組み合わせ論において重要な役割を果たす前科式っていうのをどのようにそのまま現実の問題から立てるのかっていう話をします。で、まあ、一つは組み合わせ構造の数え上げ、まあ、今日の話に似たような話。でもう一つは、アルゴリズムの計算量の話をします。アルゴリズムの計算量を算定するっていうのは実際その、数えてるわけですね。で、それは多くの場合、前科式を立てることによって行われるので、それをやってみるということになります。はい。では、今日の講義はこれで終わりになります。ありがとうございました。